こんにちは、かおるんです。本日はギターコード徹底解説動画やっていきたいと思います。今回やる曲はあいみょんさんの愛の花、やっていきましょう。イエイ。こちらのあいみょんさんの愛の花はですね、神木隆之介さんが主演をされている NHK の朝ドラのらんまんのね、主題歌となっております。明治時代の植物学者のね、実話をね、元にしたストーリーとなっております。今回のね、愛の花の花っていうね、タイトルも、このね、ストーリーにね、こう寄り添ったね、形になっていてね、素敵ですよね。今回もですね、ギター初心者の方がね、ちょっとね、疑問に思いやすいところ、つまずきやすいポイントなんかをね、わかりやすく解説していきたいと思いますので、ぜひね、一緒にやっていきましょう。そして、このカオルンチャンネルでは、音楽系の YouTube をやっております。歌がね、大好きなので、歌ってみた、ギター弾き語り、あとはね、今回のようなギターレッスン動画、あとはイヤホンとかスピーカーのガジェット系のね、レビューもやっておりますのでね、ぜひね、皆さん、登録だけでもしてってください。それではまずはね、ギターの方を解説していきたいと思いますので、イントロのフルの動画から見ていってください。どうぞ。はい、イントロの解説していきます。二つね、やっていきましょう。コードとね、あとはストローク。まあ今回はね、アルペジオなんですけれども、そっちをね、やっていきます。じゃあね、まずはコードなんですけれども、今回気をつけるべきコードはですね、G 音 B になります。こちらのね、コード、G のコードをベースの音だけね、B で弾いているコードになります。G のね、コードと非常に似ておりまして、唯一違うのが、この G コードを弾いている時のこの薬指、この6弦を押さえている薬指。こちらをですね、離して親指でね、そっと6弦を触ってね、ミュートをするといったね、弾き方になります。こんな感じで弾いてみてください。さあ、続いてアルペジオを解説していきたいと思います。アルペジオね、ストロークよりもね、若干ね、いろいろね、一弦一弦弾いたりするので、難しいところもあるんですけれども、出てくるのはね、このイントロだけとなっておりますのでね、頑張っていきましょう。弾ければね、かっこいいですよ。で、今回のアルペジオの弾き方はですね、カオルンオリジナルとなっております。で、実際に鳴る音っていうのがね、原曲のメロディーとはね、ちょっとね、違うんですけれども、一緒にね、弾いてもらってもね、全然違和感のないね、音となっておりますので、やっていきましょう。で、今、下の方に出ているタブ譜を見ていただくとですね、まず最初のね、G コードを例に説明しますけど、3、4、6弦をね、一緒に弾いて、で、その後4弦だけを弾いて、3弦だけ弾くといった感じになってます。じゃあこの3、4、6弦、このね、右手でね、一緒にね、鳴らさなくちゃいけないんですけれども、どの指をね、使って鳴らせばいいのかと言いますと、基本的にアルペジオっていうのは、まずこの薬指、こちらはね、一番下の1弦を弾きます。そして次の中指、こちらはですね、2弦を弾きます。次にこの人差し指、こちらはね、3弦を弾きます。で、残りの親指でこの4、5、6弦をね、弾くようになっております。じゃあね、G コードを見ていただきますと、最初ね、3、4、6弦を弾くようになっております。まあ3弦はお伝えした通りね、この人差し指で弾いてもらえればいいんですけれども、4、6弦を一緒に弾く、親指1個しかないよっていう時はですね、あえて、このね、弾く指をね、ちょっと変えます。このね、3弦の部分ね、本来は人差し指で弾くようになってましたけれども、中指を使います。そして4弦を、このね、人差し指で使って6弦を親指で弾くという感じですね。まあね、弾く指ってね、何でもいいんですけれども、まあ基本的にはさっきお伝えしたね、割り振りになっておりますけれども、臨機応変に応じてね、こうやってね、指の位置をね、変えていくといった感じでございます。でですね、弾くときは、1、2、3とね、数えながらこの曲は弾いていきます。例えばね、G コードだったら、1、2、3。1、2、3。最初はね、もう本当にね、ゆっくり弾いてもらえればいいです。だんだんね、弾けるようになってくれば、原曲のね、スピードに合ってきたりするので、その時に BPM を鳴らしながらね、やるような感じでいいと思います。あとは気をつけるポイントとしては、コードのね、切り替わりタイミング。例えばね、この G コードから C コードに行く時にですね、こう素早く切り替えないと、
話してる間のね、時間が長くなってしまってね、音がね、こう切れたような、滑らかじゃないね、感じになってしまうので、そこをね、頑張ってね、まあ、ゆっくりで最初はいいですから、滑らかなね、こう切り替わりになるようにね、やってみてください。あとはちょっとした豆知識なんですけれども、こうステージ上でね、弾き語りとかライブをしているときに、最初はね、アルペジオで弾いて、その後ね、ストロークでジャカンとね、やるときに、ピックを使うんですけれども、ピックね、一体どっから出せばいいねってなったときに、こうやってね、ちょっとこう手のひらにね、隠しておくようなね、感じで持っておきます。基本的にはね、小指以外はね、アルペジオで使いますから、このね、小指を使って隠す感じでございます。で、最初はね、隠しておいてストロークになったら、こうやってね、親指でスライドさせて持つといった感じでございます。やってみてください。じゃあですね、続いてね、A メロいきたいと思います。まずはフルの演奏動画からご覧ください。はい、A メロの解説やっていきたいと思います。まずコードの方ですね。A メロでね、気をつけるべきコードは Dsus4 になります。まあこちらもね、さっきの G 音B と一緒です。皆さんね、わかるかもしれないんですけれども、D コード、こちらにね、非常に似た、まあ応用といったね、コードでございます。まず基本の D コードってね、こんな感じですよね。まずね、1弦の2フレットを中指で押さえる。そして2弦の3フレットを薬指で押さえる。そして3弦の2フレットをこのね人差し指で押さえ、そして5弦と6弦は鳴らさないので親指でこうね、そっと覆いかぶさるような感じでね、触っておくといった感じで、ミュートをしておくといった感じでございます。今回の Dsus4 はこの余った小指を1弦の3フレットでもね、押さえるといった感じでございます。これだけです。じゃあですね、今度大事なのはストロークですね。こちらの A メロで出てくるストロークね、この後の B メロサビでもね、使いますので、まぁ、ちょっと多いんですけれども、5個出てきます。5種類。5種類出てきます。ただメインはね、2種類になりまして、他はね、アレンジとか、まぁ、ちょっとしたね、簡単なやつなので、そこまでね、気にしなくて大丈夫です。じゃあね、まず一つ目行きましょうか。最初のね、A メロの言葉足らずの愛をのところの最初の G コードになります。弾くストロークが。ゆっくりやっていくと、鳴らす、すかす、すかす、鳴らす、鳴らす、鳴らすになります。もう一回行きます。鳴らす、すかす、すかす、鳴らす、鳴らす、鳴らすになります。数えながらやるといいかもしれません。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。こんな感じ。二つ目のストローク、こちらがね、この先のね、しばらくした後の、あなたへのところの、へのところになる Dsus4 になります。ゆっくりやっていくと、鳴らす、すかす、鳴ら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 すになります。まあこちらね、1個目のストロークとね、ほとんど変わんないんですよね。1回上から下に下ろすダウンストロークだけ、こちらがね、1回多くなっただけなので、そんなにね、難しくないと思います。やってみてください。さあ次に3つ目。こちらのストロークがですね、今を憎んではいないというところの C コード、D コードのね、2つのところで弾くストロークになります。このね、3つ目のストローク、実はね、1つ目とね、弾き方はね、一緒なんですよ。ただね、この1回弾く間に C コードと D コード2回ね、押さえなければいけません。なので、このね、
鳴らすすかすすかすの間はですね C コードで、その後の鳴らす鳴らす鳴らすっていう3回鳴らすところは D コードのね感じで切り替えてください。次に4つ目と5つ目、こちらはね一緒にやっていきたいと思います。今やった今を憎んではいないの後の最後に出てくる D コード、こちらがねこの4つ目と5つ目になります。まずね4つ目、こちらは D コードが出てきたら、この上から下に下ろすダウンストロークを1回だけ弾いて休みます。そして2回目ね、このもう1回ね A メロが繰り返される手前でこうね勢いをつけるために5つ目のストロークでこう休んでから鳴らすみたいな、休んでから鳴らす鳴らすっていうのをねやります。 1,2,3,1,2,3 1,2,3,1,2,3 で歪んだっていうところの2回目の A メロに入っていきます。じゃあですね A メロは終わりましたので、次は B メロ行きましょう。まずフルの演奏動画から見ていってください。B メロ解説やっていきましょう。まずねストロークですね。今回ね B メロで気をつけるべきストロークはこの Bm7 になります。この Bm7 制覇コードとね呼ばれる押さえ方になっています。こちらですね押さえるときはなるべく人差し指からね押さえる、またはですね人差し指と他の指はね同時に押さえるようにやってみてください。でですね、なんで人差し指からまあ押さえるかというところなんですけれども、このね、ギターってね、こう弾くときって基本的には上から下に下ろすね、ストロークになります。このね、上から下に下ろすときにまずね、鳴らす音っていうのが一番上のね、6弦になります。今回の Bm7 の場合は、この一番上の6弦は鳴らさないので、このね、押さえたときの人差し指の先端でね、軽くこう触れてミュートをね、するんですけれども、次に弾くね、弦っていうのが5弦になりますので、この5弦をね、押さえている指っていうのがね、人差し指になりますから、やっぱりね、こう最初に鳴らす音からね、押さえた方がね、ブツッとね、切れなくていいので、今回の制覇コードがね、出てきたら、まずはね、人差し指から押さえる、またはね、他の指と一緒にね、同時に押さえるっていうのをね、やってみてください。でですね、ストロークの方は A メロで出てきたね、ストロークをほとんど使います。ただね、1個だけ違うのが、最後のサビ前の愛した日々のところの伸ばすところの D コード、こちらがねちょっとだけ違います。やっぱりねサビ前というところで勢いをつけていきたいので、ダウンストロークをね6回繰り返します。 1,2,3 とね数えながらやると 1,2,3,1,2,3 こんな感じ。あとはサビ直前というところでだんだんねこう盛り上げていきたいというね感じがありますから、最初のダウンストロークはね弱く軽く弾いて、だんだんこの6回をね強くしていくと、弾いてる人もおだんだん盛り上がってきたな、サビきたなと感じるようになると思います。じゃあですね、次ねサビ行っていきたいと思うんですけれども、サビですね実はね出てくるねコード自体も今までねやってきたものだけですし、ストロークもですね今までやってきたものだけなので、もうねすぐにできちゃうと思います。なのでサビのところはね解説はね飛ばしまして、フルの演奏だけ見ていただくといった感じにねしたいと思います。なのでフルの演奏ね見ていってください。どうぞ。はい、ということで今回はあいみょんさんの愛の花、こちらのねギターの徹底解説動画やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。コードの方はですね基本的なものばかりで、そんなにね難しくなかったと思います。一方ねアルペジオの方はですね少しね練習も必要なんですけれども、一個一個ねゆっくりやっていけばね絶対にできるようになりますので、毎日ねちょっとだけでもいいですからやってみてください。ストロークの方はですね6つか7つぐらい出てきたと思うんですけれども、もうね1つ目ができればね、もうあとはねほぼほぼね応用とか簡単なものばかりなので、ぜひねやってみてください。
ぜひね、皆さんも練習して弾けるようになればね、今ちょうどリアルタイムでドラマやってますからね、周りの皆さんにね、弾き語りしちゃいましょう。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツね、やっておりますので、よかったらね、チャンネル登録だけでもしてってください。お願いします。そしたらまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。